ラピッドグラフ製図ペンは図面を描くためのペンで、他の筆記具のペン先が、使用者の筆圧や摩耗などで変化するのに比べて、筆圧に左右されることなく、均一な太さや幅の線を描けるように、特定の太さの中空パイプの外軸と、毛細管現象を促すための中軸で構成された、ペン先を持つ筆記具。製図用万年筆、パイプペンとも呼ばれる。 19世紀後半にアロンゾ・タウンゼント・クロスによって開発されたスタイログラフィックペイントも呼ばれる針先万年筆が前身である。針先万年筆の製造元であったドイツのロットリング社が1953年に製図ペンの原型である最初のラピッドグラフを開発した。現代の製図ペンは多様な線幅のペン先が揃えられているのが一般的である。 線幅には従来の標準と国際規格 ISO128 に定義された製図用の線幅に準拠したものがある。1988年には製図ペンの国際規格 ISO9175 が定義された。1980年代になると競合品として水性顔料系インクの極細マーキングペンが登場した。これは廉価であるが、 摩耗などの短所があり、ISO 線幅のような規格的厳密さは確立されていない。最近では、製図にカナダドルを利用する場合が多くなり、図面の出力には、プロッタと呼ばれる大型プリンタを用いることから、手書きによる筆記具としての製図ペンは使われなくなりつつあるが、無機質で均一な幅の線が引けることから漫画用の枠線を描く筆記具として、 またそのまま無機質な絵を描くための筆記具としても使われている。ありがとうございます。